海に。だからもうペットボトルを買わないことにしたの。だって1分に100万本のペットボトルが買えてるんだよ。1分で魚も食べてるっていうぐらいだから、青の中にもたくさんプラスチックが入ってるかもしれないよ。ハワイいつもそうだよね。静かにそうやって傍観してる。何があっても無反応。双子なのに全然違うね。覚えてる？6歳の頃かな、ママに2人でキレたの。青と葵なんて名前やだ、私はピンクが良かったって泣いちゃって、青あの時すっごい大泣きしちゃってさ、僕はピンクちゃんになりたくないって。可愛かったな、あの時が最後かな、青が泣いたの見たの。次のニュースです。台東区で行方不明となっ青井、飯は？ビール。食べないの？もう食べた。どこ行くの？トイレ。臨床実験でアメリカで人への投与を始めたと発表しました。実験として人に投与されたのはドイツの製薬会社ビオンテックと共同開発している BNT162 で、ファイザーは年末までに最大2000万人分の生産を目指す方針です。クルーズ船の運航を8月から一部再開する方針です。行ってきます。
いなくなってから5年経つね。あと何人殺したら許してくれる青。溺れさせちゃってごめん。名前はって聞かれたからももこですって答えちゃった。カフェって何で名前聞くのかな。プライバシーの侵害だよね。本名言う人いるのかな。青は言いそうだけどね。あ、新しいお友達来たよ。あ、こんにちは。ルームシェアに応募した谷口舞です。